はい、ということで引き続き親父さんと動画を撮らせていただいてるんですけども、サイバーエージェントの採用担当だとかも、長年されてた方で、今回は実際に面接をしていただこうと思いまして、であのワンちゃんというかあわゆくばここで内定をもらおうっていう感じで実際に面接していただこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあどっから始めようかな。そうだな、はい、すごいベタですけど、はい、まあ、簡単な自己紹介と、はい、まあ、高校でもいいし大学でもいいんですけど、はい、こう自分が一番向き合ってきたことを中心に教えてください。わ、はい、かりました。金沢大学3年の福田俊と言います。あ、本名言ってしまった。大学2年の時から YouTube 活動をしていまして、大体今登録者数が1万人で、大学時代一番向き合ってきたことというか頑張ってきたことは実は YouTube ではなくて、大学1年生の時に僕はそのずっと石川県の田舎の方に育ったので東京への憧れがすごいありまして、はいはい、1年間その東京の大学に行きたくて金沢大学に通いながら、受験勉強をしてたんですよ、仮面浪人っていう、はいはい、で1年間受験料を貯めながらバイトしながら、大学に通いながら受験勉強してて結局失敗してしまったんですよ、うんうん、その時はどこ行けたの。早稲田大学の政治系大学に行って、はいはい、あと2点で落ちてしまって 0.2 点で落ちてしまって、ただ落ちた時に、まあ、めちゃくちゃ大きい挫折をしたんですけども、なんか自分が自分と向き合って死ぬ気で頑張ったこの1年間は全く無駄じゃなかったなと思いまして、はいはい、その1時間勉強できる大切さだとか、人の優しさだとか、そのお金のありがたみだとかっていうことをすごい分かって、でその経験を発信したいと、次はちゃんと結果を残したいと思って、地方にいても、世界に対して発信できるその表現者になれるツールが今 YouTube だなと思ったので YouTube を始めて今に至ります。ああ、そういうことね。はい、じゃあもう一回こう2度目というか3度目のその東京受験を諦めて、はい、その YouTube にその自分の力をシフトして頑張るぞっていうふうにこう、なんていうの、切り替えができたって。はい、そっかそっか、はい、挫折って大きいよね。そうですね。で、YouTuber としては今就活生向けにコンテンツをやっていくみたいな流れでこう、具体的にはどういう活動をしてるんですか。はい、今 YouTube チャンネルでは、主に大学生視聴者をターゲットにしていて、実際に 85% が今大学生の視聴者なんですけども、動画としては各企業の社長さんであったり人事の方であったりにインタビューして、その会社はどういう人が欲しいのかだとか、社員の実際が僕が1日インターンをして、会社の雰囲気だとかが、インターンに視聴者がインターンに行かなくても実際に分かるっていうことを、伝わるようなコンテンツを目指してやっております。企業側と話して、はい、自分で企画して、はい、撮影も編集も自分でやって、はい、大変だよね。一人でやってるの。今は基本的には一人でやってます。わあ、一日どのぐらいの動画の本数を上げるんですか。一日だいたい1本を目標にしていて、うんうんうん、動画の時間としてはだいたい5分から10分なんですけども、撮影がまあ1時間、打ち合わせとか合わせたらまあ3時間ぐらいかかりまして、うん、動画編集が7時間ぐらいかかるので。動画編集7時間か。私毎日やってるんだ。はい、じゃあ簡単に言うと1日10時間を動画に費やしてる。はい、わー、結構なコミットメント量だよね。そうなんですよ。なので編集とかを外注できるように今編集チームっていうのをつく要請期間なんですけど、やっぱ2倍の時間かかるんですよね、一、うんうん、から育てるってなったら、うんうん、なので今 YouTube が恋人です。すごいね。はい、YouTube のさ、チャンネルフォロワー数って どういうことを工夫してこう登録者数を伸ばしてきたの。今まではその狭い市場を河川してからちょっとずつ成長しようっていうのを目標にやってて、はいはい、最初仮面浪人のコンテンツばっかり上げてたんですよね。で、仮面浪人と検索したら旬ダイアリーしか出てこないようになって、ある程度その仮面浪人界隈では知られた YouTuber になるっていうことになって、でもそれでも1000人ぐらいまでそれで頑張って、でそこからその市場が小さすぎるって思ったので、大学生をターゲットにその就活市場を、就活系 YouTuber の競合が一人もいなかったので就活チャンネルを作ろうと思いまして、就活生向けにターゲットを絞ってコンテンツ作りをしていったって感じですね。すごいね。結構やっぱ割とその戦略的に作戦を、ね、はい、考えてやってみて、はい、検証して、はい、また次の戦略に移って、そうですね、なんか
今のなんか言葉やったらすごいな戦略的に成功したっていう感じに言ってるんですけど、実際はいろんな動画も一応上げてダメだなダメだなっていうので試行錯誤の中からそれを見つけてったって感じなので、あまり計画の部分の力はあんまり強くないっていうふうに自分では思っています。まあ、初めのない世界だからね、はい、その表現をしたいって言ってたけど、はい、まあ、誰に対して何を伝えるかって、はい、答えがないから、はい、まあ、暗中模索するしかないんじゃないかなって、はい、僕も最近結構そう思ってるんですけど、ありがとうございます。 ちなみに将来はこう、はい、どういう人間になっていきたいって思ってます？僕の将来の夢は社会に対してインパクトを与え続けれる表現者っていう、まあ、キャッチフレーズというかがありまして、でその表現者っていうのは自分がタレントとしてそのいろんな人に見てもらってっていうのは、まあ、もちろんそうなんですけども、自分が作るサービスだとかそのプロダクトがいろんな人に使われて、いい影響を与えるっていうのが最終的な目標でして、今はそのために、自分のブランド力を上げることが一番の近道だなと思ったので、YouTube をやってるんですけども、最終的な目標は経営者だとかその何かプロデュースする人だとかプロダクトを作る人になりたいなって思ってます。まあ多分基本的に路線が一緒だよ、はい、僕今37歳で、はい、今21です。21か、はい、いやでも大したもんだと思う。なんか僕も、まあ、昔そういうふうに思ってて、はい、まあ、13年間経って、はい、多分路線的には似たよ、はい、まあなんかね、その世のため人のため何かプラスをこう形を変えながらこう、はい、形にする、はい、したいよねって、はい、まあ、表現って結構幅広いから、はい、直接表現プロダクト通して会社通していろんな形の表現があったりするんで、はい、あの路線としてはすごく、ね、素晴らしいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。じゃあ逆に質問タイムみたいな形にしたいんですけど、はい、僕は人事じゃないので、はい、まあ、ぶっちゃけどうですかみたいな質問でも何でもいいんで、はい、ぜひとは聞いてください。はい、まあ、いくつか質問はあるんですけども、親父さん的にはなんか、僕今 YouTube やってると思うんですけど、その入社した後に YouTube を続けることは可能なんですか？これは可能と言いたいというか、やった方がいいんじゃない？やった方がいい、僕も実際社員やりながら今はちょっと出る側の仕事に集中はしてるんですけど、はい、そのなんていうのかな、本業に支障が出ないことであれば、うん、あの やった方がいい、うんうん、本業とうまく両立してっていうことなら全然可能な、うん、全然大丈夫。あ、まあ、毎日1本上げるって相当、今さ、はい、1日10時間ぐらい動画に集中してるって言ってたけど、はい、それが形にできるかどうかちょっと分かんないけど、うん、まあ、でもやり続けた方がいいと思うし、誰も別にそれはダメだっていうのも思わない。なるほど、うん、そんな会社はなかなかないですよね。僕結構面接したことはあるんですけど、 YouTube と両立っていうのはなかなか難しいなっていう会社が結構あるので、はいはい、すごくありがたいなっていう。あともう一つ質問なんですけど、今、就活、動画で選ぶ就活サービスを作りたいと思ってて、そのために法人化をしようということで今起業すること予定なんですけども、その会社を1年間休学して作っていけるところまで行こうと思ってるんですけど、その会社が、まあ、ある程度なところまで行って、でだけど入社させていただくっていう内定をいただくっていう時に、会社を運営したままその社員として入社するっていうことは可能なんですか？前例みたいなのはあるんですか？ダメじゃないと思うけど、今の学生って普通にもう会社作ってることが多いじゃないですか、はい、だからそれをやるって結構そもそも何もしてない人よりも、はい、チャレンジをしてるっていう証拠かなと思うし、自分の会社をこう残しつつ、はい、まあ、別の本業なのか、それとも自分の会社をうちのグループ会社としてなのか、はい、まあ、いろんなパターンがあるんで、そこは多分人事とかと、はい、その折り合いをつけながらやっていくでいいんじゃないかな、はい、なるほど、はい、じゃあ基本的にまあダメではない。ダメじゃない。あ、そうなんですね。ダメだったら逆にそういうね、優秀でチャレンジングの学生がうちに入りづらくなると思う、はい、だから自分のやりたいことと、はい、その会社でやらなきゃいけないミッションが、はい、結構ニアリーイコールな部署とかで、はい、いや自分の YouTube チャンネルじゃなかったとしても動画制作にすごい集中してるとか、はい、そういうふうに折り合いがつくところに
行き着くだったら可能性としてありじゃないかな。なるほど、うん、ありがとうございます。全然やっぱり優秀な人が、はい、うん、そのうちの会社の社員であってほしいともちろん思ってるし、はい、そのためにどんどんやっぱりその ダイバーシティというか働き方もそうだけどどんどん広がっていってるので、はい、全ては許容できないと思うんですけど、いろんな形を少しずつ許容していくっていうのをね、少しずつうちとしてもやっていかなきゃいけないと思うので、はい、うん、なるほど、ダメってわけは全くない。ありがとうございます。そうですね、もう1年休学って決めちゃったんだったら、はい、自分の事業を一生懸命頑張って、はい、まあその間もちろんコミュニケーション取りつつ、はい、うん、タイミングが来たら、はい、今大学3年生来年もやるってことね。そうですね、うんうん、じゃあ来年って感じかな。そうですね、うん、まだ親には休学することを言ってないので、あ、そうなの、この動画が出たら多分バレてしまうと思うんですけど頑張って、はい、うん、頑張ります。それ加減自分の人生を、はい、自分で決めたことを正解に持っていくっていうのをお互いね、はい、頑張ってるから。ありがとうございます。本当になんかすごい動画とか関係なく参考になりました。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございました。また、はい、今日はありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい。